はい、次は赤城城の方へ向かいたいと思います。これも撮影スポットみたいなのがあるみたいなんですよ。はい、で、千枚田からこちらね、赤城城あと 3.5 キロ。まあ、このインスタ360がこんな付け方をしてどこまで耐えれるか甚だ微妙なので、ゆっくりと行きましょう。ゆっくりと、こういうとこだね。まあ平日だからっていうのもあるんだろうけど、誰もいないしね。北山、この北山っていうところからなんかいかだ下りとかっていうのをやってるみたいですね。濡れてもいいような格好をしてきてないからね、いかだ下りはいけないけど、泥橋いけない代わりにね、そちらをやってみてもよかったかな。この道はなかなかな回送路ですね。でこれで赤城城跡はこちらを曲がっていくってことなんですけど、道の駅撮影ポイントはこっちだって書いてあったので、そちらをちょっと目指そうかなと思っております。あ、赤城城あれじゃん。雲海出ている時に来たらよかったな。もう一回行こう。この辺から曲がって、あ、これか。これだって。赤城城を目指します。雨でちょっと濡れた苔むした舗装林道。やだなぁ。うわぁ、杉林だね。こっちの道、なんやらすごいところに行くなぁ。あ、でももう赤城城すぐ目の前だね。おぉ、おぉ。ここだね。寄ります。はい、赤城町の方にやってきております。パイピックさんねちょっと誰もいなさそうなので、ちょっとマスクなしでね行かさせてもらいます。人が見えた時用にこうやってね、タオルで隠せるように。鍛冶屋敷。ほう。鍛冶場になってるらしいですよ。よいしょ。上り坂だな。山城だけにね。坂は辛いね。ここにさ、こんなこと言っちゃダメなんだろうけどさ、城作ってさあるんだけど、まあ、攻め落とすのには確かにね、山城って大変だと思うんだけどさ、こんな大変なところにある山城、わざわざ落としに来る必要があるのかなおお、あれ、結構立派な車だね。これそのものが屋敷、こちら小次郎じゃなくて、小次郎。
で、これ空波さんもおっしゃってたような記憶があるんですけど、天然の石の上に石垣を築いたような感じなんかな、小口。コンクリかな、コンクリート層で石垣を補修したのかもわかんないけどね。赤城城跡、本丸部分かな。いや、見事だね。あちらにも曲輪があるんだね。実際にここのサイズ感だけでで言えば、安土城の天守台とこの本丸が一緒ぐらいのサイズにはなってるけど、いや、見事な石垣だな。